こんにちは、心理カウンセラーの佐々木浩二です。今回は依存とか人に怒りを向けてしまったその後の後悔、自己嫌悪について向き合い方をお伝えしていこうと思います。で、自分がこう誰かに依存してるなって感じる時、どういう時かなっていうふうに過去をこう思い出してみた時に、相手がいないとやってられないぐらい寂しかったりざわざわしたりするにもかかわらず、相手に対して不満をたくさん持ってるような、こうすごく葛藤状態なんですね。から好きなのか嫌いなのかもよくわからないけど、不満だけが確かにある。でもこの不満がどこか理不尽だろうなっていうことが分かってるのに、ついぶつけてしまって、ぶつけた後にものすごく後悔、でもぶつけてる最中は何とも言えない嫌な高揚感っていうんでしょうか、もうこれもあれも言わないと気が済まないぞと。多分言ってる時の自分の顔とかってもう目が変わってしまってる、目の色が変わるほどの自分なんだろうなということがうっすら想像できているはずなのに、後からそれがしっかりと認識されて後悔してしまう。なんでこんなことをしてしまうんだろうと。で、それが近しい人にほど、心の距離が近ければ近いほど向いてしまう怒りであったりする。で、これはね、自分も傷つくし、その当てられた人も傷つく。そんなことが分かってるのにやめられないから余計傷ついて、その傷ついたりした後悔っていうものがとても不快なもの、この不快なものを抱え続けるのがもう嫌で仕方なくて、例えば人間関係をリセットしてガッとも切ってしまったりだとか、さらに大きな怒りとなってまたついという形で相手にぶつけてしまったりする。さあ、これはどこから来るものなんだろうか、どうゴールを目指していったらいいのかっていうお話をしていきます。で、これまずね、このチャンネルでよく言うことなんですが、あなたがこう悪いとかいいとかいう問題ではなくて、人がそもそも持っているものなんですね。で、今からお話しすること、このチャンネル全般に言えることですが、数ある説の中の一つです。いろんなタイプ分けとか何々型とかも私この動画で言いますが、それすらも根本的にはものすごい量の学説、しかもそれぞれが例えば年代わりで、これは今はこれが主流なのに年代わりでこっちが主流になるっていうぐらい流動的なものです。だからここの言ってることに発信しといてなんですが、縛られないではいてほしい。ただ心が和やかになるきっかけになっているなら、それを自分の中に入れといてほしいんですね。なんかそれをこう自分を責める材料にしたり、そこに縛られて、例えば自分はこんな方だから不幸なのだ、こんな方なんだ、こんな方なんだ、この方にいなければいないといけないみたいな、そこから脱出してこれたなって思うと、それを全速力で否定したくなるような、例えば回避型であるっていう、でも回避の傾向が薄れてきたなとか周りに言われたり自分で思ったりしたら、それをものすごく押さえつけて、いや回避型なんだ、回避型なんだってすごくこだわってしまう。それだけはやめてほしいなと思うんです。っていうことをごめんなさい、前提として、前振り長くなりましたが解説していきますね。で、今日はそのうちの一つ、赤ん坊もこの依存とか怒りっていうものを持っているっていうところからちょっとお話ししたいんですよ。生まれたてでおぎゃーと泣いていて、もう目も見えていない、お母さんの体なのか自分の体なのかも分かっていないような赤ん坊ですらも、実はこの怒りって持ってるんですね。なぜかというと、赤ん坊は依存しないと生きていけないからです。当たり前ですよね。自分で呼吸するのすらも泣くということでしかできないぐらい無力です。だから絶対的依存関係っていうものがお母さんとの間であって、抱かれてる間こう寝てるわけですよね。でも動物だから、人間だって喉乾くし、お腹すくしで、ね、なんか不快な思い、暑い寒い、いろいろあるわけですよね。で、この時にね、人間が本能的に持ってるものとして、その暑いとか寒いとか不快な感情を持った時にね、依存対象に対して怒りを覚えちゃうんです。赤ちゃんも怒ってるんですよ、実は。で、お乳もらうと充足されるんですね。なんか怒るし充足もあるし、両方味わってるんです。で、これがどんどんこう赤ちゃんが自分っていうものが分かってきたり、これはお母ちゃんの体だとか分かってきて、自分っていうものを確立してくるとどうなるかっていうとね、実はこのお母ちゃんに対して怒り向けてた自分に罪悪感を覚えたりするんです。これって今自分が怒ったりね、依存しちゃったなっていう後悔と似てるでしょう。似てるというか、厳密に言うともう同一のものとしてこの学説では言われているんですね。
さあ、これで私が何が言いたいかっていうと、本能的に持ってるものに対して落ち込むのはもうやめていこうっていうことを言いたいんです。開き直れって言ってるわけじゃないんです。でもトイレに行って落ち込む人いないんですよ。でも TPO をわきまえずにその辺で排泄しちゃったらさすがにちょっとなっていうふうに自分で思うじゃないですか。それぐらいの感覚でいてって思うんですね。トイレに行きたくなることそのものに落ち込んだり自分を責めたりしないじゃないですか。でもこのタイミングで試験中になんで今行きたくなるのっていうふうに思うぐらいはあるじゃないですか。それぐらいに捉えられないかなと、捉えてほしいなと思うんですね。本能的に持ってるものだから。でこの中身ってじゃあ何っていうと、例えば好きとか何々してくれたとか見守ってくれてたとか、自分が例えば怒りとかガーッとぶつけても待っていてくれる、責めずに待っててくれるなって、その待ち方が例えばごめんって謝られたら謝ってほしいわけちゃうわって余計怒ったかもしれない、でもじっと待っててくれた、責めずに黙に見守り、こういったものが後悔してる時に限って結構出てくるんですね。あんなにしてくれてる人になんてことしたんだって思うのに、なぜか期待外れだった、ごめんって謝る時点で寄り添ってくれなかった、こっちは寄り添ってくれっていうことも拒絶されそうで怖いのにそれを察してくれなかった、期待外れ、自分が言えなかったことをうわ、わったなあげしてしまってるわとかいう風になったり、だんだんそれが被害者意識に変わっていくんですね。自分ができてなかったなって思うところを自分責めしていくうちに、それがだんだん妄想化されていって、こいつのせいでこうなったんだっていうふうにどんどん被害者意識が出てくる。でこれをね、僕は心理学をこうぐっと深く学ぶ前までは自分がおかしいやつだと思ってたんですよ。でもこれが今言った赤ちゃんが自分と他人の区別つかない時にすら持っている本能であって、これが妄想っていう言葉をここで使ってるのはおかしいよって意味じゃなくてね、ここの学派ではこれを妄想っていう風に言うんですね。英語を翻訳した日本語なので妄想っていう怖い言葉になってますが、要はもう自他の区別がつかなくなってきて、あ、自分がちゃんと伝えなかったのが悪いってわけじゃないけど悪いんだって捉えたり、自分が怒っちゃったっていうこと、こんなによくしてる人に怒っちゃったっていうことへの罪悪感とか後悔が嫌な形になって、こいつのせいで今の不快感を抱えてるっていう風に妄想的に膨らんでしまうっていうことを言いたいんですよ。これがさっき言ったトイレに行きたくなるような感じでそうなってしまう。で、これをどうしてもそうなんだよ、ついそうしちゃうんだよ、しょうがねえだろうって開き直ってほしいわけじゃなく、だからといってそれがおかしいんだって責めてほしいわけでもない。だって開き直ってる時の怒りも自分を責めてる時の自分への怒りも最終的にはこの妄想という形になって相手への敵に向けられたり、もしくは自分への無茶苦茶な敵に向けられたりするわけです。自分に向いた場合は死にたくなったりする、相手に向いた場合は殺したくなるぐらいの敵が湧いてくる。で、この敵の内容についてはまたちょっと下に紹介しますが、依存的敵という形で他の動画で解説してます。で、こういったものが膨らんでくると罪悪感が生まれてくるという今お話ししましたね。で、この罪悪感の部分を抑うつ状態というふうになって、一応ちょっと名付けておきますね。でね、この抑うつ状態が赤ちゃんっていうのは成長を続けるじゃないですか。人間っていうのは赤ちゃんと同じで、でも大人になったら赤ちゃんよりゆっくりと成熟成長していきます。で、この心の成熟っていうのはこの罪悪感抑うつ状態から枝分かれして起こるんですね。対象への感謝や思いやりに変わった時、この時心が成熟します。で、これが愛着の傷を抱えている人たちというのは大体まあ0歳から3歳ぐらいまでにこんな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 っていうのが大体世間的にまあルフしてますよね。で、この学派ではもう本当に0歳から6ヶ月ぐらいの間のこの罪悪感っていうものが3歳ぐらいまでにかけて、お母ちゃんなんだこの人は、いい人なんだ、泣いても叫んでも怒ってもつねっても、でも一緒にいてくれたんだなっていう感謝や思いやりになって、自分の中で不安っていうものをちゃんと抱えれるようになった時、そう、不安っていうものに即座に反応して不愉快だからどうにかしようって戦えるんじゃなくて、抱えているうちに冷静になってくると感謝や思いやりに変わった時成熟になると。で、これが確立されてくると安定した情緒になってくる。
で枝分かれすると言いました。こっちに分かれた時どうなるかっていうと否認しちゃうんですね。こんな不安なんてあるわけがない、自分がこんなことしたいわけがないっていう風になってきた時、防御する、この防御の反応としてまたこの妄想の部分に戻っちゃうんですね。そうなると敵意が向いてきたり攻撃したり怒りが向いたりで、極度に依存としてギューッともう相手から離れなくなっちゃったりする。妄想の世界にまた戻る。このでもまた戻ったら、あでもこんな人にまた迷惑かけちゃったって抑うつの状態になる。でも抱えることができなくてまた戻る。ここをぐるぐる回ってるんだなっていう状態。そしてこれは本能的に防衛機能が働いて勝手に戻るんですね。でということは、私が今日一番大事にしたいことは、被害者意識が湧いた時にこの妄想に戻ってる、ここにギューッといってるサインなんですよ。サイン、トイレに行きたいなっていうサインと同じ。トイレに行きたくなったらみんなどうするでしょうか。トイレ行きますよね。この感じを自覚してほしいんですよ。被害者意識っていうものをサインにして、あ今こっちに私戻ろうとしてるわって、罪悪感や後悔が出てきたぞ、また自分を責めたくなったぞ、これトイレに行きたくなってるサインだぞ、じゃあトイレに行くという行動や思考を持って一旦こっちに戻るのをやめていこう、意識して止めていこうというのが今日の肝なんですよね。でこれは自覚が鍵なんですよ。今までは無意識にしていたような感じで、これ戻ろうとするんです、どうしても。でもここで不安を抱えといてあげる。でこれは戻ろうと今してるな、あ被害者意識というサインが来たぞ、これだけでいいです、まずは。で今被害者意識というサインが来た、ごめんなさい噛んでる、被害者意識というサインが来た、来たっていう自覚だけで OK。 でこれを何回も自覚を繰り返すうちに、親っていう風に自分の中で疑問湧いてくるんですよ。本当にも戻りたいんだっけって。でも残念ながら人間っていうのは復讐欲だったり懲罰欲求っていう、なかなかにこう世にもこう珍しいような欲求っていうものがあって、戻りたくなる気持ちってあるんですよ。だってトイレってやっぱ出したいじゃないですか。出したくなるような、戻りたくなるような欲求が必ずあって、そこを自覚というものでいっぺん止めていく。本当に出したいのかな。で無理やり止めなくていいんです。戻っちゃダメ、戻っちゃダメとかじゃないです。今あサインがありましたよ、これだけで OK。気づいてあげるんですね。戻ろうとする力に気づく、ここが鍵になってきます。でこれを何度も繰り返すということです。でこれかなり今赤ちゃんまで遡って深い話してるんですよね。でこれを単純化したものが表面上に出てきてる、なんか怒りとか書いてみましょうかとか、伝え返してみましょうかとか、ちょっとぬいぐるみ抱きしめてみましょうかっていう風に紹介してる表層上のセラピーなんですね。その下にあるむちゃくちゃ多くの学説の一つとして、今日は愛着の傷というものに、そして依存や怒りというものを出す、その後悔というものに焦点を当てて、この自覚というものを進める、その自覚のサインが被害者意識であるっていうことをお伝えしたかったんですね。それと同時に、どうぞ後悔とか自己嫌悪の連覇はしないでほしいんですよね。でもします。でということは、してることに気づく、でそれを抱えといてあげるというのがとっても大事だから、これはとても尊い感情なんですよ、後悔っていうのは。それがあるからこそ、だんだん被害者意識に変わりつつあるぞ、自分の感情なのになんで相手に怒りが向いてるんだろうっていうふうに疑問に思えるぐらいまでに来た時、初めてコントロール下に置けるんですよね。自分を操縦できるようになるんですね。これは自覚何度もしていくことが大事で、一回でどうにもなりませんとか、そういう問題じゃないんです。何十回何百回と赤ちゃんの時代からずっと積み上げてやってきたこと、それを何度も何度も意識下に置いてあげて、大人の力によって自覚させていくということで、少しずつ少しずつ思考回路っていうのは変わっていく。で不必要に自分を責めてたんだっていうことに気づいてほしいから、本能的に出るものなんだよっていうところまで含めて今日ちょっとお話をしてみました。でどうぞこう自分っていうものを傷つける、そして傷ついた怒りを相手にぶつけるということを繰り返す、このループから抜け出してほしいっていう感じで、今日はお話をしてみました。でね、これ繰り返していくと、私は実体験として対象への感謝、思いやりは出ました。そしてそれがね、私は今その思いやり感謝が向いている人、まだつながっている人、自分がリセットして逃げた人たちに対しては顔向けができない気持ちもあるし、
じゃあ勇気を出して言いに行こうかって思った時にも、多分相手の中で自分というものが取るに足らない人になってるという予測値もあったり、まあ、物理的に連絡が取れないということもあったり、いろんな思いをやっぱり抱えています。でそれが辛いとかっていうよりかは、本当にじゃあまたその人たちとつながりたいかっていうと、多分演じてた自分だからつながりたくもないのかなと。それは開き直ってあんな奴らはダメだって逃げてた時の感情とはもう全然違います。思いやり感謝の気持ちものすごく出てて、遠くからその人たちの幸せを願っているような、今はそういう気持ちです。で何を勝手なお前に傷つけられたのにって多分思われることもあると思うんです。でそれに対する罪悪感がゼロになるかっていうと、それは多分ありません。でもそれは私が抱えていくべきものです。でそして私は今それをエネルギーにして、これから会う人を元気にしたいっていうふうに誓って今は動いています。からで、きっとその人たちもいつまでも私という一人の人間にとらわれることなく、きっと自分のやり方でまた幸せに向いて歩まれていて、いるんだろうな、いてほしいなとも思います。から情緒的にね、なんていうか、その傷つけてしまったんだろうなとは思う、ろくでもないやつだったって思われながらも本当に幸せになっててほしいなって思います。今までの友人とか恋人とかね、まあ、そういう感じの人たち、うん、だからこれは開き直りとかいうところではなくて、一つ上の感謝や思いやりのこの気持ちになった時、後悔罪悪感が自分を満たす何か幸せのような、なんだろう、十字架は背負ってるはずなのに愛情深い気持ちになるというか、そしてそれが繰り返しますが開き直ってるのではなく、お互い様であるということが分かった時、自分に敵を向けられた相手を許容することができるようにもなってくる、愛情深い自分というものにこう気づけるようになってきたんですね。その場所になんかやっぱり自分と関わった人はみんなが来てほしいなって思って、ちょっとこんな話も今してみました。では、今回の動画は以上になります、ご視聴ありがとうございました。なんだっけ、チャンネル登録、グッドボタン、もし参考になったと思ったらよろしくお願いします。では、失礼します。